国鉄専用形式国鉄専用型式は日本国有鉄道自動車局国鉄バスが東名高速線の運行に際して開発させ1969年から1986年まで導入された特別設計のバスの総称である書籍によっては国鉄専用形式と記載されていることもある型式は運輸省 現国土交通省の自動車に関する用語、形の字を用いる形式は国鉄の用語である。1958年、国鉄バスは来たるべき高速バス時代に向け、国鉄バス専用道、白鳳線にて、日野自動車 BC10 型を使用した高速試験を開始した。国鉄からの発注を受け、まず1961年に試作車両として、 日野 RX10P 型車両称号773-1901を製造。1962年にはイスズビー U20PA 型引く改め車両称号713-2501-741-2901が製造された。これらの車両は1台ずつで実際には名神高速道路での営業運行には用いられなかったと言われている。 流線型の車体は当時のバスとは大きく異なる印象を受けるものであった。また、三菱は1962年に販売が開始されていた MAR820 型をベースとした試作車として MAR820 型く改め車両称号743-2901-744-2901を開発した。この車両は その後製造された量産車に近い外観で、試験終了後には、名神高速線で実際に営業に使用された。これらの試作車により、白鳳線のバス専用道や一部完成した、名神高速道路での走行試験が行われ、加減速性能や操縦安定性を確認した。1964年、昭和39年の名神高速道路全通に、 伴う、名神高速線の運行が決定すると試作車のテスト結果を踏まえて、各メーカーに高速バスに対応した車両の開発を依頼した。常述4車から RA100PMAR820、改めを採用。当初導入車両は、車体長が11.5メートルであったが、1964年導入の1台だけは、大型自動車枠上限の12メートルまで、 延長された上で、車内便所も設置された。この評価を踏まえて1965年、昭和40年以降の増備車では、全車両に、便所並びアンチスキット装置の装備と車体長も、すべて12メートルに延長された。東名高速道路の全通を1969年に、控え、国鉄バスでは、東名高速線の運行を行うことになった。 名神高速線に使用された車両の運用、保守実績から、東名高速線にはさらに高速バス運行に特化した特設系の車両を導入することを決定、1966年に各車両メーカーに開発を依頼した。国鉄から要求されていた性能は、下記に挙げるようなものであったが、この要求は、当時のバストラック用のエンジンは230から280、 P.S. というのが標準レベルで最も強力なエンジンを搭載していた日の RA100P でも 320P.S. であったこと、また当時の一般的な1.5リットルクラスの乗用車でさえ時速120キロメートル程度の最高速度であることを考えると大型バスに対する性能を要求としては当時の自動車全般の常識を大きく逸脱した内容であった。また 名神高速線で運用していた車両において、冷却性能の不足や駆動系のトラブルが発生したため、改善目標として30万キロメートルノンオーバーホールが定められた。耐久性がこの目標に達しているかどうかを確認するため、名神高速道路での時速100キロメートルでの20万キロメートル走行試験も課題として要求した。まずこれをクリアしない限り、 東名高速線への採用はなかったのである。20万キロメートルという走行距離は、東京大阪を毎日往復していれば1年程度で到達する距離であり、100万キロメートル、ノンオーバーホールが当たり前の今日では、ごく控えめの試験内容であるが、やはり当時の常識からは大きくかけ離れた過酷な試験であった。この国鉄の過酷な要求に、各メーカーは、 様々な方法で対応した。開発された車両では、04加速タイムは26秒に達した。いずれの車両も、中高便向けの車両は、側窓、客室窓が引き違い式、夜行仕様は固定式である。また、夜行仕様では全座席にシートベルトが設置された。国鉄専用形式では、運転台周りもメーカー標準型とは異なっていた。 自然吸気の大排気量エンジンとともに、自動車メーカーを悩ませたのが、一足を発信ギアとした、五足トランスミッションであった。通常大型バスは二足発進であり、一足は、エクストラローの扱いで、急勾配での発進などの非常用である。当然、国鉄向けのトランスミッションは専用品となり、生産数もごく少量となったが、行動を走る以上は、 運輸省の形式認定を受けなければならず、そのため国鉄型のみ別に試験を行う必要があり、多大な費用負担を伴う。これは補給部品の常時確保とともに、メーカーにとっては非常に大きな損失となっていた。しかし、厳しい注文の一方で、開発費などでの国鉄のバックアップは皆無に等しく、厳しくなる一方の排出ガスと、 騒音規制を緩和できないところまで追い詰められてしまった。さらに開発の停滞により、ついには性能面でも民間型の工人を排するありさまとなってしまった。この性能面について一般的にメーカーに求められていたものはあくまで通常の観光バスとしての高速巡航性能であり、国鉄ハイウェイバスのように途中バスストップでの加速力が重視されるなどの性能は 特殊な要求でしかなかったのである。これらの状況から、日野は継続の価値なしと判断し、1975年限りで国鉄高速車の開発中止を決定した。お家事情により抜けられない三菱不装と市場シェアの低下に歯止めをかけたい日産ディーゼルの車両は、1981年まで導入が続けられた。シャーシ形式の変更はあったものの、 車体のモデルチェンジは全く行われず、新規参入の民営バスと比べても陳腐化は否めなかったが、座席単体の改善などは行われた。1980年代に入ると、一般の観光バスではすでにハイデッカー車の時代となりつつあった。国鉄バスも東京湾岸専用にハイデッカー車を導入していたことから、1984年に新車を導入する際には、 透明、名神高速船にもハイデッカーの高速車を導入することを決めた。この時も各社に発注の打診を行ったが、受注したのは三菱不走のみであった。排出ガス規制の強化により、再度エンジン開発から始めることになるが、一事業者のために特注の車両を少数製造することについて、コスト高になってしまうことが敬遠されたのである。 三菱不装も当初は辞退することになっていたが、他社にも断られたことを聞き、やむなく受注に踏み切ったという。要求仕様は1969年当時とほぼ同様であるが、この頃にはターボチャージャーの信頼性も確立していたため、メーカーの働きかけに国鉄が折れる形で、初めてターボチャージャー付けエンジンの導入が認められた。これにより、 ようやく標準仕様のバスエンジンをベースにした開発が可能になった。こうして、東名、名神高速線では、初のハイデッカー車であるとともに、最後の国鉄専用形式となる PMS735SA 型、744系が登場した。搭載エンジンは、ターボチャージャー付け V 型8気筒の 8DCQ、T 型、350PS。 トランスミッションは従来通り一足発進の5足 MT であった。フロントサスペンションは独立喧嘩ではなく従来通り車軸喧嘩だが、リアにはワイドサスが装備された。車体は引き続き富士重工製とされた。MS735SA は透明高速線の新しい看板車として、1984年から1986年までに16台が、 製造され、ドリーム号を中心に運用された。1986年式では、方向膜がフロントガーニッシュ内に収められ、より市販車に近いスタイルになっている。この形式を最後に、事実上、国鉄バスのフラッグシップの歴史は終わりを告げることになる。1986年には、初のスーパーハイデッカー車として、ドリーム号用に三菱エアロクイーン W、 PMU525TA 会を導入している。また、名神ハイウェイバスの超特急に使用する車両として、日産ディーゼルスペースウィング、PDA67UE 会が採用されている。国鉄専用形式の登場から17年が経過し、国鉄の分割民営化を控えていたこともあって、ようやく国鉄専用形式ではなく、市販車へのターボチャージャー装備で対応することになった。 JR 海港の高速車は、国産4メーカー揃っての納入が再開され、輸入車も交えた豊富なバリエーションで旅に花を添える存在となっている。しかし、東名高速線の車両については、JR かごも、しばらく大馬力試行は続いた。1987年に、JR 東日本バスが導入したのは、形式こそ市販車と同様の純正エアロバス。 p m s 7 2 5 SA 回であるものの、実際には m s 7 3 5 SA とほぼ同様のシャーシ。ただし、全軸は市販車同様独立喧嘩に分けを利用し、変速機は一般市販車と同じフィンガーシフトの6速 MT2 速発進とした車両であった。また、1989年の JR 東海バスで導入された車両は、 エアロクイーン M の足回りとエアロバスの車体を組み合わせた車両であった。また1991年度までの MS7 軽車両は頻繁な変速と時速 90km において6速5速にシフトダウンできるようクラッチ、シンクロメッシュ、ギア関係が強化されており、ギア比も一般市販車と比べ高速域での加速力を重視したもの、クロースレシオとなっていた。 JR 東海バスで同時期に導入された北陸道、東米高速専用、日産ディーゼル車についても同様の措置が取られていた。動力性能とは関係ないが、運転席側のバックミラーが標準車とは異なり、延長ステーでの取り付けとなっていた。これも国鉄の基準に沿ったものが引き継がれていたが、1993年に導入された。 ニューエアロバスからは、設計段階で延長ステー設置を想定しておらず、ステーの延長はかえって視界を損ねることから、メーカー標準のミラーに変更されている。このニューエアロバスも、折リドを装備するハイデッカーながら、自然吸気 400PS エンジンを搭載していた。1996年に JR バス関東で導入されたイスズガーラは、 東名高速線専用車としては実に27年ぶりのイスズ車としてバス雑誌市場でも話題となり自然吸気 450PS エンジンと28年前に不採用となった BH50P の汚名を返上するかのような性能で乗務員の評価も良かった。一方、搭載エンジンは V 型12気筒とくしくも27年前に 国鉄専用形式が開発された時と同様のもの、なっていた。MS735SA 以外の国鉄専用形式車両は1993年頃まで使用されていた。西日本 JR バスの車両は早期に置き換えられたが、JR 東海バスでは最後まで、東名高速線に導入していた。また、JR バス関東では、常磐自動車道、常磐道、 東関東自動車道、東関道への高速バスの続行便に使用していた。ほか、一部はトイレ撤去座席増設で旅客定員を44人とし、東京湾岸線にも使用された。カラーリングは大半の車両が JR 高速バス色に塗り替えられたが、JR 東海バスの車両の中には国鉄高速バス色のまま廃車になった車両もあった。 MS735SA は2000年まで使用されていた。西日本 JR バスに引き継がれた5台は、名神高速線や北陸ハイウェイバスで使用されたが、1996年2月頃に全廃となっている。JR 東海バスの6台は、シートを MU525TA と同様のレッグフットレスとマルチステレオ付けに交換、ピッチを拡大し、 旅客定員36名に変更し、主にドリーム、名古屋号に使用されていたが、1990年代後半には、予備車や波動用、高速道路経由の協定輸送などに格下げとなった後、3社の中では、最も早く1995年3月には、全廃されている1台は、自己廃車。JR バス関東の5台は、原型のままで1994年頃に、 地方の支店に転属し、常磐道、東関道への高速バスで使用された。最後の一台は、1994年以降は、水戸支店に配置されていたが、1999年6月に、東京支店に貸し出され、開業30周年を迎えた、東米高速線で、リバイバル運行されたほか、王子のドリーム号を再現するツアーにも使用された後、 2000年6月25日付で廃車となった。ここに国鉄専用形式の運用は全て終了したのである。いずれの車両も貸し切り車に転用されることはなく、最後まで高速車として使命を全うした。設計段階から高速路線に特化させた車両であったため、急勾配での発進ができないことや、 ステアリング操作が過重であるなど、一般路での使用には不向きであった。さらに、運転台機器配置がメーカーにかかわらず統一されており、これは逆にどのメーカーの一般主販車とも異なって、痛めた事業者への譲渡も全くなかった。また、MS735SA 以外の車両は、車体や内装に、軽合金が多用されていたため、解体業者でもやや持て余し気味だったという。 廃車後、少なくとも3台が保存されている。すべて生体保存である。このほか、MS735SA のうち1台が、バスタビフォトラリーの商品となっていたが、引き渡された後の動向は不明。国鉄専用形式は、当時の常識からかけ離れた、高性能を要求された上、バス市場全体から見れば、極めて少数で、製造コストも高くついたことから、 その要求仕様には時期尚早とする声もあった。しかし、その後高速道路網の整備が進むにつれ、市場環境は高速道路走行が日常的になり、車両の耐久性、信頼性も大きく向上した。登場当初は過剰と考えられた性能も、高速バス網が発達した今日では、標準的な性能と位置づけられていることを踏まえると、 国鉄専用形式は高速道路を走行するバスの性能における一つの技術的目としての位置づけと考えられ、日本のバス技術の向上に大きく貢献したと言える。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。